こんな理不尽なことが起きるんだと、皆様それぞれのお立場で感じておられると思います。私なりにはっきり申し上げて、西側諸国も反省があっていいと思うんですよ。このいわゆる NATO をどんどん東方に拡大してきて、そして敵対的な政策を取ってきたことも事実ですから。だけどだからといって正当化できないのがこの軍事侵攻です。そしてこのプーチンはなぜこんなに狂ったのか。一つには2020年大統領に就任してから22年間国の実力者で居続けています。これがこんなに超長期政権でなければ、私はこの軍事侵攻はなかったと思う。もう一つ、ロシアにはまともな野党が存在しません。クレムリンが作った官製野党、体制内野党、プーチンへの不満を、不平不満を形上引き受けて裏からプーチンを支えるための野党しか存在していません。まともな野党がもしロシアにあれば、私は今回の軍事侵攻はやっぱりなかったと思う。もう一つは報道の自由です。きちんと不都合なことも含めて本来国民には知る権利があります。しかしそれを権力が押さえつけて報道の自由をなきものとしている。結果として国民は批判精神を失い、権力者独裁者の言いなりになってしまう。この超長期政権、野党の不存在、そして報道の自由への抑圧、この三つが揃って初めて今回のこの理不尽は許されざる軍事侵攻が起きていると私は思うわけです。翻って大阪、そしてまあ広く言えば日本、超長期政権の兆しはすでに見え始めて久しいと思います。そしてまともな野党が弱体化し不存在になるかもしれません。さっき失礼ながら申し上げたんです。大阪で踏ん張っていただいている地方議員団、絶滅危惧種ですね、笑えるような笑えないような話ですが、そうしてはいけないと心から思ってます。やっぱりまともな野党がいて初めての民主国家なんです。そして報道の自由、大阪の報道は改めて私どもの想像以上だと聞いてます。まあ朝から晩まで橋本さん、吉村さんが出続けて都合のいいことをペラペラとおっしゃってんじゃないですか。安倍さんの時代以降、日本の報道の自由は国際的にも随分下位になりました。こういうことでバランスを崩していくと当然政治はおかしくなっていきます。必ず権力者は必ずおかしくなりますから、自分の思い一つでどうにでもなりますから、それが長い間続くわけですから、人間はそれに抗って公平公正を保てるほど丈夫な生き物ではありません。だから外部からどんどんチェックをして、しっかり均衡を保ってバランスを取る勢力が必ず必要です。私たちが今十分にそのご期待にお応えしているとまでは申し上げません。私たちには私なりの反省がある。しかしそれでもこの立ち位置をここ大阪でも絶